こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスに絵を描きます。2ヶ月後の個展に出展する作品にしようと思うので、猫の絵を描かなきゃならないんですが、ちょっと変わった感じで描こうと思います。今描いてる絵をちょっと変わった作品にしたいなと思ってるんですけど、ちょっと変わったひねりを聞いた作品を見るのは面白いですよね。以前の私は、まあ昔々のことなんですが、ひねりの聞いたアイデアで個性的な作品が描きたい、そう思っていました。でもひねりを聞かせようと思えば思うほど、個性的にしようとすればするほど、なんだかうまくいかなかったのを覚えています。そんなわけで今日は絵を描いている合間に、ひねりの効いたアイデアで絵を描くことのメリットとデメリットみたいなお話をしたいと思います。こんな感じでバックグラウンドを塗り終えました。乾かしている間に猫をおもちゃで遊ばせます。絵の具もすっかり乾いたので、続きを描いていこうと思います。ひねりの効いた作品っていうのは、見てて面白いですよね。そのひねりの効かせ方っていうのも、その作り手の個性や世界観もすごく現れるものだと思います。そういうことで、その作品もすごく個性的な作品になると思います。そしてひねりの効いたアイデアがたくさん詰まれば詰まるほど描くのが難しくなる場合もあるんですけど、ひらめきが連発すれば難しいこともなく自分の世界に入っていくことができるって感じで、すごく描いてて楽しいことが多いです。そういうひねりの効いた作品っていうのは世界観が出て魅力的になる一方で、見ている人が分かりづらい作品になってしまうということもあります。ひねりを効かせれば効かせるほど、まあひねりが効いてなくても個性的になればなるほど、そして作家の世界観が濃く出れば出るほど、多くの人にとって分かりづらい作品になってしまうことがあると思います。まあそれはそうだと思うのが、私が作り手じゃなくて見る側の立場に立った時に、まあ作品を見るっていうこともそうなんですけど、例えば作品じゃなくてもすごく個性的で変わった人、そういった人たちのすごく変わった話とか世界観ある話とか、その人たちを理解しようと思った時に、その人たちが変わっていればいるほど、個性的であればあるほど自分が共感する部分が少なくなるので、理解するのが難しくなります。なので世界観を出されれば出されるほど、わけがわからなくなるというわけです。絵とか作品を鑑賞するのもそれと同じことだと思います。わけがわからない作品っていうわけですね。そのひねりが強ければ強いほど、多くの人にとってわけのわからない作品になってしまうというわけです。ただものすごい少数派の人からは、ひねりが強ければ強いほど、そういったアイデアがたくさんあればあるほど面白い作品になるという場合もあると思います。最初にちょっと変わった感じで描いていこうと思いますって言ったんですけど、変わってるとか普通とかっていうのは人によって基準が違うと思います。なので今描いてる絵を変わってると思う人もいれば、別にそんな変わってないじゃんって思う人もいるかもしれません。で、私自身どう思うかっていうと、描いてる時に普通とか変わってるっていうことは考えないかもしれません。ただ自分で面白いと思うか思わないか、そんな感じですかね。ということでまた続きを描いていこうと思います。すごく個性的で、すごく世界観のある作品っていうのは素晴らしいんですけど、そうなればなるほど多くの人から理解してもらえない作品になってしまうんであれば、ひねりの効いた作品なんて描かない方がいいと思うかもしれません。まあそれは一つの正しい考えだと思います。なので私は、人が喜びそうな作品、
売れそうな作品っていうのを意識して書きがちになることが多くなってしまいました。ですが私はひねりを聞かせるか聞かせないかはともかくとして、自分の個性を出さない、自分の世界観を表現しない、そういった作品を描きたいとは全然思っていません。どんな単純な絵を描くときも、私はそこに自分の個性を入れるようにしています。まあそのシンプルな絵の中に何かしらの自分の作風の特徴っていうのを入れるようにしています。そのことによって多くの人から人気がなくなっちゃったとしても、私はそれでいいと思っています。なんとなくこういうのみんな喜ぶなと思っても、それ以外の人が喜ぶものがあるかもしれないし、自分が知らないこと、新しいアイデアを試してみる、挑戦してみるっていうのは大事だと思っています。ですが私が大事だと思っているだけで、答えは人それぞれ違くていいと思っています。猫を1匹か2匹足していこうと思うんですが、その前にバックグラウンドに少しなんか足していこうと思います。どんな作品が売れるか、人気になるか、そういった予測がアーティストほどできないっていうことを聞いたことがあります。そして自分でも実感しています。まあアーティストって言っても全てのアーティストがそうとは限らないんですけど、まあ私を含めたアーティストの一部っていうことですね。例えば自分が一番いいと思う自信作ですね、そういったものを販売したり SNS に出したりした時に全然売れない、 SNS ではいいねがつかないみたいなことっていうのはしょっちゅうあります。逆に自分がそれほどいいとは思わない、でもまあ一応展示してみよう、 SNS に出してみようと思って出したら、いいねがいっぱいついたとか売れちゃったとか、そういったことを経験しているアーティストっていうのはすごく多いと思います。人のニーズに合わせるっていうのはビジネスとしては大事なことだと思うんですけど、人が何を気に入るっていうのがうまく予測できないんだから、好きなように描いたらいいんじゃないかと思っています。バックグラウンドをもう少し足すって言ったんですけど、この丸1個しか描きませんでした。で、もう1匹猫を足して、この大きい猫も手を加えていこうと思います。その後にもうちょっとバックグラウンドを付け加えるかもしれないし、ちょっと描いてみないとわかりません。ひねりが効いて自分ですごくいいな、力作だなと思うものは、多くの人に理解されない場合が多くあります。売れないのはもちろん、 SNS に出してもなんかすごく反応が薄いみたいな、そういったこともあります。ちょっと関係ない話なんですけど、 SNS にいいねがいっぱいついたからって売れるとは限らないし、いいねが少ないからって売れないとは限りません。まあそれは関係ない話として、ひねりを聞かせれば聞かせるほど自分の頭も使うし、書くんだって労力も使うし時間もかかるし、そういった力作を書いてもみんな喜ばないんだったら手を抜いた方がいいなって思う時もあります。実際ひねりがほとんどなくて、それほどの労力を使わないで書いた作品の方が多くの人に喜ばれたりして、こんなんでいいんだって思ったこともあります。どんな仕事でも自分の時間とか労力と人が求めるものっていうのは同じじゃないんですよね。時間をどれだけかけたところで評価が低い場合もあれば、短い時間で楽をして評価が高い場合もあります。でも楽をしてたんじゃダメなんじゃないかって思っちゃうこともあるんですけど、私は本当それは自己満足に過ぎない考えだと思います。なぜならば人が満足するっていうことが大事なわけで、自分が努力するとか自分が苦しむとか自分が楽をするとか、そういうこと関係なくて、素晴らしいものを作る、そしてそれを提供するっていうのが私の仕事だと思ってるので、楽だったとか大変だったとかっていうのは自己満足に過ぎないと思っています。でも自分にとってひねりのない作品っていうのは、ひねりがたくさんある作品を描いてたからこそひねりが少なく感じるだけで、一つ一つの作品は結構パッパッパって描けちゃったとしても、そんな作品を作り上げるまでにたくさんの労力を費やしたわけですから、それは楽に作り上げたものじゃないと私は思っています。
でもそれがもし楽に作り上げたものであろうが、努力して作り上げたものであろうが、人が喜ぶか喜ばないってことには全然関係ないことだと私は思っています。でも私は自己満足で絵を描くことが悪いことだとは全然思ってなくて、逆に素晴らしいことだと思っています。その自己満足っていうものがあるからこそ、私たちは個性的になれるし、自分の世界観を出すことができるんだと思います。まあ人のニーズに合わせなかったとしても、その時の頭の調子っていうのがありますよね。アイデアが出てくる時もあれば出てこない時もある。だからその時によってひねりがすごい加わった作品もあれば、ひねりがあんまり加わってない作品もあるっていうわけで、いろんなバリエーションの作品を作り上げることができます。まあその時の体調だけじゃなくて、その時の気分、嬉しい時もあれば悲しい時もあるように、ひねりを効かせたい気分の時もあれば、全然ひねりのないストレートなものを表現したいっていう時もあります。その時の体調、その時の気分、その時の自己満足度、そうしてたくさんたくさん絵を描けば、いろんなバリエーションの楽しい作品ができると思います。そして何より大事だと思っているのは楽しむことです。楽しむことなしにどうしたら楽しい作品ができるというのでしょう。ちょっとありがちなことだと思うんですが、手に白い絵の具がついてて、ここのところとかちょっと白いのがついちゃって、でここら辺はちょっと落としたんですけど、ここら辺乾いちゃったので上から塗ってごまかしていきます。あとはもうちょっと描き足して完成させていこうと思います。私はこの活動を始めるときに、あるアーティストから素晴らしいアドバイスをいただきました。それは、とにかく絵を描くことを楽しむこと。作品が売れたときは、それはボーナスって感じで、たとえ売れても売れなくても、絵を楽しく描くことができた。それ以上に素晴らしいものなんてあるのだろうか、ということですね。それは私にとってすごいいいアドバイスで、20年以上経った今でも私が実行していることです。こんな感じで完成しました。タイトルは3匹の子です。さっき変わってるとか普通っていうのは人によって違うって言ったんですけど、なんかちょっと普通っぽい絵になったんじゃないかなと私は思っています。よくアーティストは自分の世界観を表現しなければならないとか、なんかいろいろあると思うんですけど、たまに私の作品を見た人たちが独特の世界観を持ってるとか、いろいろ言ってくださることがあるんですが、そういうふうに誰かに言っていただくまで、自分の世界とかって考えたこともなかったし、なんか世界観を表現してるとかっていうのは、別の人の作品を見てそう思うことがあるかもしれません。ずいぶん昔に私は変わった絵が描きたい、誰も描かない絵が描きたい、クレイジーな絵が描きたいとか、そう思ってた時っていうのは、人の作品を見てなんか影響されて、その別の人の世界を表現しようとしてた時だったような気がします。そういうことをするのをやめて、何にも考えないで自分が描きたいように、変わってるとか普通だとか考えないで描いてる自分の作品が、他の人から見て
独特な世界観とか、そういう風に思っていただくものなんじゃないかなと思っています。そういう風に思わない方もいらっしゃるかもしれないし、それは人が思うことで、私は別に自分が書きたいように書いてるだけなので、世界観とかそういうのどうでもいいんですよね。ですが、そういう風に思っていただいて楽しんでいただけるってことはすごく嬉しいことです。変わってるとかっていうのもすごい褒め言葉だと思っています。ただもし自分がアーティストだから、自分だけの世界観を持たなければならないとか、自分の世界を作らなければならないっつってね、悩んでいる方がいらしたとしたら、私はそんなことを悩む必要はないと思ってて、さっきも言ったように、私自身は自分の世界観なんてなんだかわからないし、すごく個性的なアーティストの中には世界観を作ろうと思って作ってる人もいるかもしれませんが、特に何も考えないで、自分らしいってことも別に考えないで、普通に自然体で描いてたら、人から見たらなんか独特な世界観だって思われるってことがあるんじゃないかと思います。それで自分が個性的だとか思ってなくて、まあ普通だと思ってたことが、人から個性的とか独特の世界観とか言われて、ああそうなんだって思う場合も結構あるんじゃないかと思います。なので、自分らしくあるとか独特の世界観を作るとかっていうのは、あんまり意識しない方が本当の自分っていうのが出るんじゃないかなと思います。でも楽しければ自分らしくある必要もないと思ってて、なんか自分にない世界観とかそういうのを表現しても、それはそれで素晴らしいと思うし、何が言いたいかっていうと、悩む必要なんかなくて、絵なんて好きなように描けばいいんじゃないかと思います。ということで、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。